ねえしろちゃんちょっと行きたいところがあるんだけどいいいいけどどこに行きたいのこの先にある小さな雑貨屋さんこの前かわいいプランターを売ってるの見かけたんだわあ、この先に雑貨屋さんがあるなんて知らなかったよじゃあんどうしたの急に変な声出してねえ あそこにいるの、ななみちゃんだよね。あ、ほんとだ。あんなところで何してるんだろう。あ、あれ、シロちゃんにツーちゃん。こんなところで奇遇だね。あ、うん。でも、今日は練習もないし、ホラー研究会に行くって言ってなかった行ってきたよ。でも、 やりたいことができたから、ちょっとこっちにね。あんまりよく知らないけど、ホラー研究会って自由なところなんだね。自由っていうか、誰もいないし。どんなことするかは自分で決めてるんだ。誰もいないみんな幽霊だからね。ゆ、幽霊ああ、違う違う。 幽霊は幽霊でも、幽霊部員だよ。たまーに来てる人もいるけど、すれ違ってばかりであんまり会わないんだよね。そうなんだ。本物の幽霊じゃなくてよかったよ。でも、いるようないないような感じって、本当に幽霊みたいだけど。あはは、言われてみれば確かにそうだね。 でも、それじゃあいつも一人で活動してるってことどんなことしてるのうーん。部室にある怖い話の本とか、ホラー映画を見たりしてるかなー最近特におすすめなのは、ゾンビ映画のバイオパニックシリーズだね。美術へのこだわりがすごいから、シロちゃんもツーちゃんも一度は見ておくべきだよ。 え、えー、っと、怖いのはあんまり。わ、私も。ふふふ、平気だよ。そんなに怖くないから。あ、でも、ホラー初心者にはあっちのがいいかな。呪われた屋敷の映画でね、夜な夜な恐ろしい悲鳴が。うわあ大丈夫 大丈夫だからとにかくホラー研究会は物質の中で色々なことをするっていうのは分かったよ。うん。物質にいることの方が多いかな。あ。でも外で活動することもあるよ。心霊スポット巡りとか。し、心霊スポット幽霊部員の中にそういうのが好きな人がいてね。 たまーに部室に来ては、この辺りの心霊スポット情報を研究ノートに記録していくんだよ。実は、今日も新しい情報が増えてたから、どんな場所なのか見に行くところなんだ。見に行くって。え心霊スポットを見に行くのあ危ないよいないとは思うけど、本当に幽霊が出てきたりしたら。 そうなったら面白いんだけどねー。怖いよそうでも、もう来ちゃってるし、せっかくだから見ていかないと。えその角を曲がったところが、まさに、幽霊の目撃情報がある場所なんだ。幽霊が出る気配は今のところないけど、今日は出てくれるかな 楽しみだね。こ、怖いよ。ふむふむ。なるほど。今年のトレンドはこういうやつか。あ、このお店はチェックしておこうっと。あれななみちゃんあ、マリナさん。どうもどうも、お邪魔してます。<laughs> こんにちは。 なんだか真剣に雑誌を読んでたみたいだけど、あれその雑誌。マリナさんもこの雑誌読んでるんですかいやいや、それ高校生向けのファッション誌でしょさすがにもう卒業したけど、高校生の頃はよく読んでたよ。ななみちゃん、そういう雑誌好きなのうーん、そういうわけじゃないですよ。 特別ファッションとかが好きなわけじゃないですし。あれそうなの真剣に読んでたからてっきり。ファッションというか、今人気があるものを知りたかったって感じですね。そういうのを抑えておかないと、みんなの話題についていけないので。ああ、それは私も経験あるかも。 みんなが盛り上がってるのに自分だけ知らないと寂しいよね。そうそう、そうなんですよ。それに、世の中の普通がよくわかるので。え普通ああ、い,いえい,いえ、なんでもないです。とにかく、話題に乗り遅れないように、この雑誌の情報はバッチリ覚えました。ファッションのことはもちろん、 話題の映画情報、人気上昇中のタレント、それから人気のアーティストの情報まで。知りたいことがあったら何でも聞いてください。映画の公開日から CD ランキングまで全部答えられますよ。えそれって雑誌の情報を暗記したってことはい、そうですけど。 いやいや、テスト前の一夜漬けじゃないんだから。え、あ、あの、なんか変なこと言っちゃいましたう、うん、うん、そういうわけじゃないけど。それならよかったです。安心しました。あ、もうこんな時間。そろそろ行かないと。それじゃまたお邪魔しますね。 ブシロードゲームズ